なかなか漢字が覚えられません。難しい。ね、いいですか、わかりましたか。うん、はい、わかりました。はい、じゃあ5分休憩取ります。休憩してください。荷物。うん、荷物ですね。これ見てください。同じです。うん。この人知らない人です。え、そのカバン私のじゃないですか。このカバン私のですよ。間違えてますよ。私は言います。いえ、ここに名前が書いてあります。に私の名前が書いてありますから、私の荷物です。あなたのは後から来ましたよ。名前が書いてあります。名前が書いてあります。書いてください、ノートに。名前が書いてあります。名前が書いてあります。書きました？ラムさん、お菓子食べない。ボンラムさん。ボンラムさん、どう言うんですか？ラムさんだよ。ボンラムさん、謝りませんか？ん？声が聞こえません。はい、聞こえます。聞こえません。あ、はい、先生。聞こえます。はい、すみません。はい。あと1時間待ってください。授業中はダメです。はい、書きましたね。はい、じゃあ次です。これですね、全部手。ありますって言ってください。てありますって言ってください。てありますって言ってください。ね、ここに9個絵がありますから、9個文を作ってください。9問ありますから、9分あげます。ね、文を作ってください。てあります。で、文を作ります。ノートに書きます。ノートに書きます。ピンさんいますか？うん、カメラつけてください。ノートに書きます。で、あります。で、言います。新越理研チャンさん書いていますか？
パーリダーさん。はい。おおほう。フォーク。おおほうか。スープへの上に置いてあります。上の上に置いてあります。いいですよ。これは、さっなら、きの結果、当たりあ、ました。何？並べてあります。でもいいです。2番。むつろじベンジーさん。はい、先生。2番。2番。ケーキが置いてあります。ケーキは置いてあります。3番、レイアンさん。はい、先生。はい。ノートを読んでください。先生、アイスにワインが置いてある。アイスは何て言うんですか？これですね。アイスは何て言うんですかね。氷と言います。氷に、氷の氷。上にワインが置いてあります。レアンさん、なんで氷の上にワインを置いたんですか？先生、もう一度なんでお願いし氷ます。の上にワインを置いたんですか？冷たい。冷たいワインが飲みたいからですね。これは、ああ、冷たいになります。ワインを冷やしておきます。じゃあ、ワインが冷え、ワインを冷やしてあります。これが一番いいですね。ワインを冷やしてあります。4番を「モルテンカオさん」。はい、